カーニバルは世界最大のクルーズ客船の運航会社。10のクルーズブランドを抱える。業績不振に陥った会社を次々に参加に収め、現在の地位を築く。カーニバル社は2007年、ウィンドスターをアンバサダーインターナショナルクルーズグループに、スワンヘレニックをロードスターリング社に売却した。同社は二元上場会社で、マイアミとロンドンに本社を置く。 2017年、アメリカの裁判所から廃油を含む汚水を不法投棄した行為で4000万ドルの罰金命じられたが、プリンセスクルーズは執行猶予中にもかかわらず、バハマ会などでゴミの不法投棄を継続。2019年、裁判所から改めて不法投棄や環境破壊に対して2000万ドルの罰金に加え、査察の受け入れを要求。今後、会社側は、 環境面でのコンプライアンスの遵守や使い捨てプラスチックの使用量の削減を行う。これら条件を破った場合、1日あたり100万ドルから1000万ドルの追加の罰金が課される。裁判官は会社が今後も態度を改めない場合は、カーニバルコーポレーション参加のクルーズ船をアメリカの港から締め出すと宣告した。ありがとうございます。